いターチャの役満をグラってみようのコーナーなんですけど、あたたたダブルリーチさあダブリー飛んできましたね。なんかパーソーでダブリー飛んできましたけど、いやでもこれ金の間4間やからね。うん、まあ4間なんでそんなねダブリーでね、いやでも国士じゃないですよ。さあかあだあだあれおや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 、カン、あーカンですね、なるほどカンということはあれ何なんでしょうねまあね、まあチュンが4枚切れてますね、まあじゃあいいまあということはスナンコですねあ4枚第2戦でダブリースナンコないもん。第3元気配がね、まあ、あるかなって感じなんですけど、でもね、白がね、これね、下茶実は持ってるんで、あ、引きましたね。はい。あ、まあ、まあ、引くなら何の問題もないんですけどね。うん。白が上茶、下茶ね、1枚持ってたから、まあ、なかなか引きにくいなと思ったら引きまして、さあ、白ポンしまして。まあ、でもまあ、そうですね、初とチューンがね、まだないんでね。うん。初とチューンがまあ、どこかなというところではありますね。まあ、あとまあ、スッチャッソーがね。まあ、スッチャッソーが埋まってくれたら嬉しいなというところなんですけど、さあ、まあ、チューンはもちろんつもぎり、まあ、ポンしまして、さあ、まあ、あとは初だけですね。まあ、だいぶ強いんですけれどもね。まあ、どうでしょうか。まあ、なかなか引けない。まあ、でっぺんね。まあ、こういうのってやっぱり、先にね、初が出ないとね。うん、さあ、じゃあ、テンパイしました。こちらもテンパイさあ、どうでしょうか。パーソー急走とスッチャッソーですね。ちょっとあの、下茶がだいぶビガビガ、あ、じゃあいい。あ、ちょっとやっぱり下茶の手がね、もう想像がもうブックブックになってましたちょっと逃れられなかったですね。9種9敗あるんでね、まあどうしようかなって感じですね。まあ普通に進めるのか、まあ国士無双に行くのかって感じなんですけど、まあ国士無双ですね。まあ、あ、まあ国士無双で、さあまあなんつもりまして、まあ一応ターチャ見ておきますか。まあトイメン、まあまあぼちぼちかな。トイメン切り方は結構エグいですねあ、トイメン切り方が結構、さあそのポンで、そのポンで、さあペイ積もりましてそのポンはね、そのなんのポンはちょっとなんかやばそうな気がしますけどね。うん、まあそっからさあ9層積もりましてさあズバズバと引いているんですけれども、こちらで、あーいテンポイさあまあね、まあやっぱあの何ポンがね、あーじゃあいあー、いやまあトイメンがね、ちょっと時空をねやっぱり歪めてしまったな、そこは。あさすがにあそこで何ポンしたらね、やっぱりトイメンにねダブル役満入るってもんなっちゃうからね。うん、はい、尺の間というわけでね。いや、でも今回これペイチャですよ。ペイチャなんで、あ、じゃあ、ちょっと尺伸びましたね。やっぱりね、なんじゃのチーフォーとかね、やっぱりちょっと微妙なんですけど、ペイチャのチーフォーはね、2秒ぐらい長いんですよね。うん、ちなみにメモ書きによると、なんか能力者って書いてました。抜いちゃいましょう。うん、な、能力が持ってるらしいですね。うん、さあ、というわけでどうでしょう。いや、でも下茶強いよ、ちなみに。ちなみに下茶ね、なんかちょっと三元気配がね、まあなんかふんわりやんわりあるかなーっていうところで、まあ、ただ初がね、あのトイメントこっちでもちもちなんで、まあ、ちょっと厳しいかなっていうところではありますね。でもこちら別になんかそんなにめちゃめちゃ強いかって言われたらね、まあ確かにペイドラドラで、まあ一応ねドラ4もありますけど、さああちらポンしました、あいテンポあいって、いやもうさすがにこれはでも上がるんじゃない、下茶がいくらなんでも。だって初ね、トイメンも使えないし、こっちも使えないからね。これはさすがにもう、下茶が上がって終わりかなって感じしますけどね。さあ、どうでしょうか。トイメンがさ、チューン引いて、さあ、こちらがローピン引いて、ああ、もうだいぶちょっとあんこみたいなね、感じになってますけど。いや、あれ、初、マッチ買えないでしょ、だって。下茶ね。そんな、だって、初よりもいいマッチなさそう。ああ、でもトイメンもだいぶ強い。トイメンもだいぶ強くなって、あとさ、さあ、あと、なんかだいぶ、なんかドラ8、ドラ8強かったです。さあ、感じまして。さあ、カーンしましたよ。あ、はい、能力者。はい、ローピン乗せました。絶対に表ドラを乗せる能力。さあ、あと、3層 ?3 層待ち ?3 層待ちにしましたね。まあ、ここまで初が出ないということは持たれているという判断でね。3層待ちにしたんですけど、実は3層あんこで持たれているという、この。ちょっと助かりましたね。さあ、ローピンを感じましたね。さあ、3品乗せまして。さあ、能力発動しまして、もうエグい。表ドラがエグい。さあ、リーチ、うっぱっそう。いや、あの、表ドラがもう、その、ほとんどある。さあ、あとはさ、さあ、ここはね、避難しましたね。ここで、あ、じゃあ、積もりました。ちょっと回避したんですけど、下茶ね。下茶回避したんですけれども、さあ、裏ドラも、まあまあ、いっぱい乗ってますね。あ、じゃあ、さあ、これ、あ、25。いやいや、そんないらんのよ。
ちなみによーく見といてくださいねシリーズにはなるんですけれども、まあ普通の手ですよね全然ね。うん、まあ全然普通、まあこれぐらいみんなも来ますよね。うん、まあ別にいいかと言われたら別にそこまで良くもないぐらいのねレベルですけどね。うん、でまあ一応そうですね、ターチャ見ておきますと、まあみんなぼちぼち、まあトイメンがまあちょっとね、まあいいかな、まあ初バックですね、トイメン初バックで頑張りましょうってところで、うん、まあそうですね、まあ結構まあズバズバとまあ引いてはいるんですけれども、はい、まあまあ、あズバズバとまあね、まあ結構ね、まあ結構ズバズバと引いているんですけれども、こちらみんな、あーチンパイはい、やっぱりなんかあの無駄積もって多分ないんでしょうねこの世界線ねおそらく。うん、まあというわけで3ピン9ピン、まあサブロック9ピン完全にブロックしてますねサブロー9ピン完全にブロックしてまして、さあどうでしょうか、3ピンと9ピン山3ですね。まあ普通に積もりそうな気しますけどね、どうでしょうか。いやでも実はこっからトイメンがまあ追い上げてくるみたいなことはありますけどね、こっから初の、あでも初もちもちなんかこれあ初もちもちってことはもうこれ多分、まあ、まあそろそろ積もりますねそうだ、あまあやっぱりね、まあ、そろそろ積もりましたこれぞ転覆、あそら無駄でもなくね、数アンコを転廃できたらそれはもう転覆ですよ。やっぱり多分ね、配布紹介の世界線では無駄積もってないんですよね。だいぶ緑してるなーって感じの手ですね。まあもうこれはちょっとピンズ落としたいかな、さすがにね。うん。さすがに、まあこれはもう金の間第2戦といえども、まあやっぱりピンズはもう全部落としていくかなーというところではありますけれども。まあ一応そうですね、まあターチャー見ておきますと、まあ上茶はまあぼちぼちかなーって感じですね。うん。で、下茶はまあそうですね、まあぼちぼちかなーって感じですね。うん。さあ、抜きました。あ、だいぶ強い。あれ、なんかちょっとだいぶ強いですね。だいぶ強いんですけど、あとさ、酸素も引いちゃいまして。どうなってるんだ、これは。あだ、あだ、あだ。あださ、ローソン出てきちゃいまして、これ。だいぶ強い。あだ、あだ、すごいことになってる。なんかわからんけど、すごいことになってる。さあ、カンカン、カンカン、ちょっと待って、あだ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 さ、ドラ8乗りました。あ、能力者ですね、これね。うん。なんか、リュウイーソーって多分ドラいらないんですけれども、さ、能力、あ、さ、さらに乗りまして、さ、ドラ10。ドラ10からの初ポンしましたよ。あ、チェンバイ。そんないらない。いや、ちょっと待って、ドラ10、いや、なんかいっぱいあるな。ちょっと待って、これ何番あるのこれ。ドラ何これ。ドラ13ありますね、これね。あの、パーソー4枚、スーソー4枚、リャンソー4枚、で、ペー1枚で、これ、10、あ、じゃあいい。竜医層ドラ13ですねそんなにいらないんですよね。無駄にドラ乗っててくさ。